てね。はい、高須庵工房の高須庵です。はい、そして今日もいつものように彫刻家の高田治ですが来てくれてますが、もう一人、2回目のゲストがいますね、今日は。はい、どうぞ座ってください。もうやりながらでいいから、やりながらでいいよ。はい、ということで、イリエザ・マザーファッカーさんが来てくれました。イリエザ・マザーファッカーさん、メールの途中だったら、打ち続けてくれていいんで。大丈夫です。まず打ち続けて、早く連絡しないと仕事の件らしいんで。はい。どうぞね。はい、どうぞ。で、今日もいつものように、高田治が最近どうやということ。そんなにだからネタない。今日も高田君の方からネタがあるらしいんで、ヤフコメレベルのネタがあるらしいんで。ヤフコメやろうこと高田さん の、 日常の中で思い浮かんだ疑問を電話に記録しているので、それを1問ずつ1問1答形式で、はい、ソクラテス方程式で僕が答えていきましょう。ということで、今日はちょっとガヤもいるんでね、ガヤの人たちにも盛り上げていただきましょう。はい、日本人はデモをやらへんっていう。やってますよ結構。いや、あんな海外でやっとるような、あんな大規模な。いや、でもだってつい数日、本日2023年の、4月、今日は23日なんですけど、3日前ぐらいに6000人集まったらしいよ。外苑前の、今って明治神宮の外苑前の日を、はいはい、坂本龍一効果もあるらしいんですけど、でももともとすごく問題になってて、あれが。で、反対してる人多くて、やっぱり、6000人集まったらしい。やばくない ?6000 人って。6000人ってどんなもんなんやろ。横浜アリーナが1万2000人とかじゃない。じゃあ、もちろん。ゼップ大阪が2000人ぐらいかな。あ、そうなんや。じゃあ多いな。多分。へぇ。かなりですよ。それはでも、アジカンがライブしとったからじゃなくて。どういうこと？いや、こんなんですよ。ごめん。アジカンが外苑でライブしてたの。坂本龍一のバック写真置いて。ライブかな。でもギターも撮った。いや、でも僕はデモで集まったって聞いたから。そうなの。いや、もしかしたらあるかもしれない。知らん。俺そのニュース一切聞いた。すいません。ちょっと。もう編集せえへんから。すいません。で、それは僕の答えとしては、いや、デモはやってるし、これからも多分徐々に海外とまではいかんかもしれんけど、盛り上がっていくと思いますし、僕もいつかそういう前向きなデモには参加してみたいなと思ってますっていう答えです。いや、デモやってへんと俺が言おるんじゃなくて、なんかそう、日本人はデモをやらなさすぎるみたいな、なんで消費税がなんや言うとんのに怒らへんのよみたいなことを言うとる人がおったから、あ、そうなんかなと思って。だっていうのを聞きたかっただけ。はい、でも消費税のこととかに関して言うと、インボイスですね。インボイスもデモとかするんじゃないかな。多分9月がタイムリミット。でももう覆らへんの。まだ覆るか。覆らないけどって言いたくないけど、覆らないにしろ、インボイスとかマイナンバーにしろ、やっぱりケツがあるわけやんか。こっから運用していきますね。そのケツにまでは抵抗し続けるっていうことが大事なので、負け戦でもやるべき時はあるので、僕も精一杯抗っていこうと思っています。はい、高田さん、マイナンバーどう思ってんの？何も調べてないし、何もしていないしする予定もないですが、もうどうしようもなくなった時にはするしかないなと思ってます。何この番組。なんか結構な感じやな。え、だからそんな面白い話俺にやってない今回。投資。僕が一番何も言えないタイプなんですけど、それ投資が何だ、どうですか、どういうあれ。いや、なんか日本人は日本人はちょっと投資に関してとか、でも俺も多分畑違いというか、投資っていうのはそのエンジェル投資ってあるので、そういうことを言ってるのかな。なぜもう平然と息をするように外国の人は投資をしとるような番組がやっとったから、あ、そうなんかなと思って、あ、僕はいつも常識的なことはここを通過してでも僕に常識はない。だいぶこう曲げられて入っていく感じ。
人に人にけん喧嘩じゃない喧嘩じゃないけど人と揉める時もとりあえず一旦ここに電話して僕が間違ってるかどうかを確認してからその人と揉めるかどうかを判断する。でも僕は全然やる予定もないし、あ実はまあまあ興味ないって言ったらもう勉強不足になっちゃいますけど、最近あの積み立てNISA、うん、あれ投資じゃないか。まあ投資じゃ。まあでもそういう感じ、ね。そういうことやってる人周りに結構いるんですよ。だけどへーって言って僕は終わるんです。もうさものづくり系？いや違いますね。うん、普通の友達とか知り合いとかで。だけどあのいやでもだから悪いことじゃないんでね。やったらいいじゃん。いやいやまあやらへんねんけど、まあなんか当たり前当然かのような。最近入江君は何か投資してるんですか？全く投資してないです。あ、じゃあ保険は入ってる？なんかその養老保険とかな、なんか積み立て系な、そうそうそう、うん、自分で入るやつ、が、がん保険とか、入ってますし、まああれも投資みたいなもんだよね。まあそうっすNFT って知ってる？もちろん問題はNFT やってんの？ NFT ってやるやらんって話じゃなくない？だっていやだそんなんでもそのなんかその言うたらあ、そのものづくりやんか、あのお知り合いの方がやってたりとかしましたけど、あんなのだってなんかちょろっとはできないやんか、特にデジタルじゃないから。あまあでもその写真も最近さ NFT で写真でもその、うん、売り方の一つやん NFT って最近、うん、だからそのデジタルでそのデジタルの価値がつく新しい売り方だから、ものづくりの人らって NFT はちょっとなんかやってんのかなって俺ちょっと思ってて、 NFT ちょっと興味あるね NFT に。うん、やったらいいんちゃう。でもリクープできんと思うんで、多分個人が、リクープって何？そうそうそう、回収。いや、そう簡単にそんな別に参入していくわけじゃないけど、あなんかそのほんまになんかツイッターのリツイートでどこの誰とも知らない人気者の人が盛り上げる目的なのか分かんないけど、ブワーってバズってたのは、私が描いたデジタルの絵が百何十万円で売れました NFT でみたいなのが、 NFT がこう始まった時にあったけど、なんかそれ以来全然そんな話聞いたことないので。でも NFT もだって去年ぐらいやろ、まだ始まって最近かな、去年か2021や確か。あ、2021か、一昨年か。うん、もう最近のやつやしなんか、ね、でも最近もっぱらそういう話題で言うとあの V なんだっけ、チャットみたいなのあるやん、 AI あなんとか GT、 あチャット GPT か、うん、とあとあのイラストレーター AI イラストレーターあるな、うん、が盛り上がってるやんか、うん、そのぐらいのスパンじゃないですか。だから1年、ね、バズっても1年なわけ。確かに、ね、バズっても1年の間にあの新しくなる。例えばだから100万かかってしまったら600万とか稼がないとそれ損するやんか、わからんで、ね、数字は、うん、いやそれかほんまに好きでやり続けるんやったら好きでやったらいいけど、お金儲けが目的ならそういう世界なわけですよ。1年ごとに仕事変えなあかんぐらいのノリかもしれないよね。でそれ楽しいんですかっていう話ですよ。ありまあでも 3D プリンターとかもっと前の話やけど、なんか中村くんがいいよねみたいなことを言っとったのを聞いて若干へこんだ。でもそのいいよねっていうのは僕は普段じゃ、僕は急いでそれを頑張って勉強して、頑張って お金かけて買って、それを運用して、いくら稼ぎたいとかっていう話じゃなく、勝手に好きにやったらいいよねっていう意味でいいよねって言って、あそういうこと、うん、あそう国語で、いやで、それでできた製品も、今解決できた製品もすごい出来がいいから、うん、欲しいから買おうっていう時はいいよねって感じ、うん、僕が。だけど僕が作って売れるかっていうと、もうそれをするために多分なんかめっちゃ勉強しないといけないし、その勉強を僕めっちゃ嫌やと、まだ楽しめないと、うん、だってパソコンの前に座るだけで嫌な人やもん俺。いやだから、あそのいいよねいいよね、えいいよね4文字、うん、だけでもう木で彫刻刀で切ったり
俺みたいに金属どついて作品作ったり、もうあれ意味ないよねっていう。でもそれ言い出したらもうさ、なんかいやお茶碗とか世の中に100均だけで全部でいいよねっていう意味になっちゃうやんか。だけどできればお茶碗好きな人は100均のものとかよりもっと自分で好きなこだわったものを作って買ったりしたりやんか、うん、僕もお茶碗とかをこうガラスのコップとか好きやから、うん、あの気に入ったのを頑張って探して使いたいので、僕がもし作る方だったとしてもそういう人に買ってもらうものを作りたいなと思って頑張ってるんですよ。儲からないけど。じゃあ俺が思っとった感じで、うん、よかった。こうやって誤解が生まれるもんね。そう、まあ、誤解はでも高田君の中にしか生まれてない。僕はその誤解を今確認して僕の使い伝え方が悪いのかもしれないから、いやいや、まあ、4文字で話したら何とも言えないんだけど。はい、次行きましょう。別に高田くんをいじめてるわけじゃないんですよ、皆さん。あの僕の中で精一杯優しさ、ほんまはもっとボロクソ言って切り捨てたいような質問なんですが、精一杯優しさと誠意を持ってもこのぐらいに なトゲが出ちゃうっていう感じなんです。あ、今はトゲが、あ、ちょっと若干やっぱりもうちょっと優しく話したい。特にこのね、全世界に向けた85人の人たちが見てくれるの。世界中の85人の僕の大事な友達が見てくれるの。そのうち知り合いは何割、何僕らやかな。いや、半分以上は知り合いかもね。わかんないけど。知り合いじゃない人もおるかもしれない。おるおる。まあ、そうは当然ですよ。うんうん、ニッチのファンは。ありがとうございます。もうサクッと、サクッと30秒ぐらい、はい、マーベルズはおもろいの、おもろそう、ああまあでも見るでしょ、まあ見るやろ、でもまだ分かんないよね、あのトレーラーだけじゃちょっとコミカルな感じやった。でもあのブリーラーソンは、ブリーラーソンの何がいいって、あの顔が結構ごついやんか、あの人、うん、だけど胴体がすごい引き締まってるんやんか、うん、その引き締まり方が僕はフォルム的に好き。ブリーラーソンはボディが引き締まってて素晴らしいです。ずっと下、あの永遠と次の質問言ってください。じゃあ令和のことは、じゃあ A さんちょっと呼んでください。次、いやもうないのよ別に。いやいや、だからもう明日のやつ全部終わっとるやつやし、キー下げて歌うっていう、それはただ単にあのギターで弾き語るときに、うん、なんか俺長村君に昔言われたんや、やっぱキー下げて歌うこと、俺キーの存在自体知らなかったからやけど、学生時代かな、キー下げて歌うのはそれはもちろん歌えるんやろうけど、やっぱその曲はこのキーで歌うからなんか、うん、もちろんそれはそうやろか、当然のことやけどオリジナルの楽曲の良さっていうこと、うんうんうん、すごいな。だからあ、それ解決する、だから下げたくない、明日の方は解決してんのか、下げたくないとか下げたらあかんという気持ちで今までずっとやってきたんや、それを聞いてから今20年ぐらい、うんうん、あれかな。やけど最近なんかギター俺割と最近練習しとるから、ほんじゃギターのを割とよく聴くおじさんに聞いたら、無理に歌わんときよみたいな、なんか2個でも3個でも下げでもなんか僕もこのその高田君がその 2,30 年俺の話だけを信用して、うんうん、あの生きてきた、周りを出てこなかった結果と裏腹に、僕は世の中の好きなバンドをずっと追いかけてるやんか、俺とかを何個かを見てると、最近の流れとしてはやっぱりみんなもうかなり年取ってきてるし、僕の好きな人たち、うん、であとアレンジを変えるっていうことのニュアンスが時代的に変わってきてて今、だからその曲の解釈をキーを変えたりとか結構するんやんか今、うん、逆に戻したりとか、うん、下げてたの、うん、なんかそういういろいろあるから、うん、その曲が要請するものが、その無理やり歌うものでなければ下げた方が良かったりするんだよ、うん、だけどやっぱり曲が要請するもの、曲の特徴がやっぱりそのキーとマッチしてるものはそのままのキーの方がいいような、まあ、それはもちろんそれはそれやし、20年前のニュアンスも別に絶対下げたらあかんとか言われたわけでもないし、はもちろん分かる。いやだけどそれは俺もでも下げたら負けみたいなのはずっと、うん、で中村君に言われたわけじゃないし
でも最近そういう流れが逆にそういういろいろあるっていうのが俺も知って面白いなと思って、うん、特にやっぱジューダス・プリストとかをずっと聞いてるといろいろあるとか下げたり上げたりすんねん、うん、結構それが面白いな、うん、ごめんね、なんかマザーファッカーの、あんまり話がよく後頭部見せんな、あっち向け入江君から高橋さんへの質問はないの？あ、この子アバター最近なんかさっき車の中でだいぶテンション上がってきたから、俺はアバター分からへんから、あの中村君喜ぶかもしれんね。でも何の発数をの別に質問とかないでしょ。何なのこれ。しょうもないです。ないですけど。よかったよね。でもよかったです。本当にすごいよかった。特にあの74歳の女優さんが14歳の役をしてるっていうのがすごいめちゃくちゃいい。あ、シガニー・ウェーバーですか。そしてすごい14歳の演技ができてるっていう。そうです、14歳にしか見えへんねんか。あ、17歳かな。14か17歳ぐらいかな、はい、だからその演技ってすごいなと思った。声もめっちゃ若いやん。だいぶ声はいじってないやん、あれ多分いじってない。ちょっと日本語だ、日本語で見たの、はい、日本語の人は若い人だった。ああ、いや、あれ声めっちゃ若かったね。ああ、そうなんですか。喋、うん、り方とか、いや、だそこが一番僕は感動しました。確か声優出てはるって聞いたような。シガニー・ウェーバーは出てはる、はい、どういうこと。そのアバター出るんじゃなくて違うアニメの方で。ああ、そうなんや。ちょっと分かってないです。外国の絵、はい、吹き替えの、はい、ああ、それはそんな声の演技も上手なんです、ね、だから、うんうんうん、顔もあんまり変わらないっていうか、顔はシガニー・ウィーバーが若返った感じよね。まあそうですね、それぐらいですか。今何分いってますか。あ、もう17分。じゃあ一旦切りましょう。あ、そうなん、そこでこれアップすんの。